はいどうも、 PM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。久しぶりの動画投稿でございます。はい、今回はですね、モンスターストライクで、ヤマトタケルに挑みたいと思います。というのもですね、ヤマトタケル、運極間近ということでね、あと1体で運極になるので、今回ヤマトタケルを倒して、運極にしたいなと思います。はい、でただ倒すだけじゃなんかまあ倒せるよねみたいな感じになってしまうので、マッチショットをね狙いたいと思います。はい、マッチショットで倒せる動画にしたいなと思っておりますので頑張りたいと思います。はい、で、パーティーは、クシナダ、クシナダゼロ、ベルゼブブ、ロビンフッドという形で、いつも周回してるメンバーこんな感じで周回してます。はい、いきます。はい、なんかね BGM もね変わっちゃってね、なかなかかっこいい BGM になったということで、やる気満々です。まあやる気満々です。はい、まずはさがっていきますよね。ヤマトタケルは、とりあえずね敵と敵との間にうまく入るのが、コツというか攻略の鍵ですね。でこの鬼がね白爆発してくるので優先的に倒さないといけない。まあ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 、ロビンフッドがねちょっと早いんで薄くいきます。薄くいきますか言って薄すぎ。まあまあまあ、よいしょ。久しぶりのね動物実況なんでね、ちょっとぐだるかもしれませんけど、そこはお付き合いください。はい、まず、ステージ1クリア。ステージ2ですね。ここでもまあ同じく、はさがっていきましょう。入りやすいところに入っていただければいいかなと思います。ステージ1、2はねまだまだ序の口なんですけど、3からちょっと面倒くさくなって、こんな感じですね。でこのなんか鳥みたいなロボットがねなかなか強いビームを出してくるのでね、入れるかな。 OK で、クシナダでここ入りづらいですね。横行きます。まあ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 、おっとこれはちょっと、おっとダメージボールが消えたので助かりましたね。でクシナダゼロが聖騎士キラー持ってるので、ヤマトタケルがね聖騎士なので、キラーを全部持ってきました。ただねスピードが遅いんでね、あんまり入らない、ちょっと角度が悪いですね。このダメージボールねあんまり食らわないんですけどね、何回か当たっていくと結構なダメージ量になってしまうので気をつけないといけない。 OK、次がクシナダ。クシナダは、こちらのここから入ろうかな。 OK、 まあ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 、これはもう何十回もやってますからねさすがに慣れてきます。 OK、 で次でベルゼブブで突破。で次のフロアが、鬼がいるんですよね。まあ鬼対策でベルゼブブをね連れてきました。まあベルゼブブはね万能だからね、重力バリアも持ってるしダメージウォールも大丈夫だし、ここでは、友情でとりあえず小さい鬼を鬼の HP を削っていく感じです。こんな感じでね、はい、クシナダさんこちらも同じくみんなの友情をね発動していきましょう。 OK、
ちょっと嫌いしたの残っちゃったけど、まあ大丈夫でしょう。それでは、で今回山竹を運極にすることができれば、イザナミ、クシナダ、山竹の3体が、運極になったことになります。よいしょ。あ、やべ、外した。まあまあまあ、ゲージはダメージボールなんですね。はい、じゃあこれで突破しましょうかね。でここで突破するときに山竹が、次のフィールドの山竹が、左下にいるので、できれば左下寄せで配置したいという。そこね、あーちょっと上行っちゃったね。まあ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 、でこの山竹も頭の位置で、マッチが狙える場所があるんですよ。なんか前頭でマッチが入ったんで、進化前の山竹さんはそう、マッチポイントが上にもある。よいしょ。あーたっしゃ、失敗した。そう、ダメージボールがあれ嫌ですね。ちょっと壊す。あー壊れない、シールドが壊れない。ロビンフットさんは横勘で。よし、シールドが壊れたので、ダメージウォールがなくなります。よいしょ。で、左から入っていきましょう。ああ入れない。下っておりますので、まあ久しぶりのね、実況なんでね。よし、オッケー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 。まあ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 、いきます。ここから、マッチどんどん決めていきたいと思います。どんどん決めていきたいと思います。ただ倒すだけだったらね、今となっては別に誰でもできますからね。マッチを決めて倒したい。いきます。僕いつも狙ってるマッチは、山竹の頭のドラゴンみたいなところなんです。の鼻の間ら辺がマッチ入るんで、ここはベルゼブブ様で、薄く下がります。あーし、誰だったな。次ロギン、あこれいけんじゃないですか。これぐらいの角度よっ。あーもうちょっと下だった。やばいぞやばいぞやばいぞ。これはちょっとクシナダはちょっとね、ダメージボールっていうか重力バリアダメなので、突破したいと思います。あギリギリ突破しない、危ない。まあ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 、ハートを回収して次行きましょうか。よいしょ。なかなかの最後。よいしょ。いいねいいねいいね。次のステージで山竹が右上にいるんですよ。でロビンフットさんで SS 使って吹っ飛ばすっていうのをいつもやってるんですが、あ待った、マッチショットいいところ来ましたね。ベルゼブブ様、今マッチショットのいいところにいます。ちょっと狙います。どうしよう、 SS 使っていこうかな。なんかいやいや、このままいきます。いくぜ。でああちょっと入んなかったな、角度的な問題。ロビンフットで吹っ飛ばします。飛んで火にいる夏の虫って。ああ地味。112万、違うな。結構飛んでんじゃない。1000万ぐらいいったんじゃない。1000万ぐらい、あ全然いってないわ、すいませんね。まだまだマッチショットの、チャンスはまだありますからね皆さん。クシナダゼロでマッチショット狙います。
た方がいいな。ちょっと薄く。いきますよ。へや。お前が代わりに生贄となるのに。あらー、失敗した。これ右じゃなくて左から弾いた方が良かったかもしれないですね。いやー、ダメでしたね。うん、冴えてない。最終回にして、最終回というか、うん、山田軍曲の回にして冴えてない。これで決めればちゃう。あ、待った、右でダメだから左で行こう。これでいけるでしょ。行くぜ、ストライクショット。入らないね、今日はなんか入らないね。あー、勝っちゃった。入らなかったっすね。ちょっとマッチがうまく決まらなかった。いつもはね、綺麗にパン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 入るんですけど、ね、なんか動画にするとね次第、そう、動画にした途端入らなくなる。まあ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 、さあドロップするでしょうか。最近ドロップ率はあるんですよね。まさかの落ちないがセーフセーフ、救済処置に、助かりました。しかも、卵3つ、卵3つ出ました。初めて出た。なんか卵1個ずつしか出てこない印象しか受けなかったので、やった、卵3つということで、なんとかね、運極にさせることができました。まあちょっとマッチがね、狙えなかったのがちょっと残念だなと思います。はい、まあ、いつもはねマッチ決めちゃってるんですけどね、全然ちょっと今日はダメですよ。まあ起きてまだ30分ぐらいしか経ってないのでね、頭の回転がねはい、言い訳はここまで。では、強化させていきたいと思います。山竹はどこにいるかな。どこだどこだどこだどこや、はいだ、はい、ヤマトタケル、落語ご覧ください、ご覧ください、ご覧ください、ダメだ、口が回ってない、ご覧ください、98落、あと1体、食わせれば、よいしょ、はい、こちら運極になります。いきますよ皆さん、合成開始、レッツゴー。ジュワーン、この次、はい、これ運極達成ということでね、ちょっと復習を取ります。ありがとうございますありがとうございます。はい、ということでね、山竹運極、見事ね、なりましたのでね、これで超絶の御三家、イザナミ、クシナダ、山竹の3体は、運極にすることができました。で、残りのね、光と闇のね、イザナギとか、つくよみとかも運極にしていきたいと思います。まあつくよみとかね、イザナギとか運極にできればね、いろいろと爆絶とかでもね使える可能性が出てくると思うので、特につくよみの運極はちょっと頑張りたいと思います。というのもつくよみで今フォロワーさんと一緒にエデンを回ってるんですけれども、まあエデンでねつくよみを使うので、僕なのでつくよみのラックをね運極にできればエデン倒せた時にね、まだ倒せてないんですけど、まあ倒せた時にね運極効果で、結構落ちるんじゃないかと期待しておりますのでね、月読みの運極目指していきたいと思います。イザナギンボね、頑張って、運極目指していきたいと思いますので、またね運極間近になったら動画上げたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、説明欄にツイッターのリンク貼っておきますので、ぜひフォローお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、またね。